こんにちは。私はね、Google の社員ですって言ったらね、どうでしょうか。信じるでしょうかね。信じないですよね。だからね、ずっと私のことを見てる人がいきなり私が Google の社員ですとかね、 Google の仕事をしてますって言ったら、そんな、なんで今更そんなこと言うの、おかしいでしょってなるでしょ、でもいきなり現れた人が第一声で私は Google の社員ですって言ったら、信じたくなる気持ちもわかりますよね。ということでね、情報がある方が、やっぱりね、こう事前情報がある方がね、その人のこと見えやすいっていうのは確かなんですけども、いきなり現れた人が何の事前情報もないまんま一発目にドーンとね、 Google の社員ですって言ったら、これ信じちゃうのはね、面白い心理だなと思いますよ。本当ってところから始まらないといけないのに、あ、そうなんだっていうふうに始まっちゃうのは、やっぱり権威性の表れなんですかね。というところでね、今回はノックさんの動画に対して返信をさせていただきますけども、まあ Google の社員かどうかってことは別にして、私は毎月毎月 Google からお給料もらってます。広告収入っていう形でね、今年も毎月もらってましたし、去年も一昨年も、まあ言ってみればね、私がその YouTube を始めてから最初の数年はいただけなかったんですけども、途中から Google からの入金がずっと続いてますね。これは取引先が Google って言ってよろしいんじゃないですかね。私の取引先は、主要取引先は Google なんですよと、 YouTube なんですよっていうふうにお話する。まあ YouTube って話よりも Google ですって言った方がいいですよね。YouTube ってやると、なんだ YouTuber かみたいな感じで思われちゃうことが多いと思いますし、そっちが事実なんですけども、でも支払いは Google からなんですよね。ということは、いや Google からいつもね、毎月給料もらってますよと、だから Google さんいつもありがとうございますってお歳暮送ってますよみたいなね、そんな話もできちゃうんですよ。これに対してね、やっぱ権威性に弱いとどうなっちゃうのかなと思います。で、前回ね、竹花さんっていう方、私も知らなかったんですけども、竹花さんっていう方が何か騒動を起こして三崎優太さん、青汁王子さんに叱られたみたいなことがありましたけども、三崎優太さんはね、前から私よく動画見させていただいて、あ、素晴らしい若者だなと思っていたんですけども、まあね、怒られちゃいましたね。だからね、結局ね、インチキは続かないんですよね。インチキは続かないから、まあ正しくやっていた方が結局は生き残れるんじゃないかなと思います。まあ本当にね、焦らないことですよ、その辺は。焦ると思いますけどもね、早く大金つかみたいと思えば、嘘とか、なんか変なことになってくるんですよね。で、やっぱりね、謝罪するってことは、その竹原さんって方が謝罪されたってことは、嘘をついていた、要するに詐欺を認めたっていうことなんでしょうね、これはきっと。まあでも、詐欺で多分立件されることもなく、このまま穏やかに終わっていくということもありますし、それを見越しているからこそ、火種を今のうちにね、謝罪という形で消しといて、謝ったでしょみたいな感じで、結局は最終的にはいただいた富っていうのはね、金っていうのは返さないということが、まあ、ここで、ね、はっきりしたんじゃないかなと思います。で、やっぱり詐欺師っていうのは何をやるかっていうと、9割ぐらいは本当のことをやるわけですよ。 99% は本当に誠実な自分を見せて、最後の 1% で野罪課税全部課されていくわけじゃないですか。だから多くの詐欺にかかった人は、でもこの人正しいことをもう言ってたよとかね、この人は本当にいいこともやってるよっていうふうになるんですよ。それはね、 100% 悪に染まることとか、全部が全部嘘のわけがないんですよ。それが難しいですからね、全部 100% 嘘は逆に難しいんですよ。雨が降ってる日に、今日はいい天気ですね、太陽がさんさんと照ってますねなんて言えないでしょ。嘘やんみたいなことになるじゃないですか。だから結局は詐欺師といえども、能力のほとんどは誠実に使ってるんですよ。で、正直に使ってるんですよ。で、肝心な支払いのところだけ嘘なんですよね。だからここは気をつけないといけないかなと思います。で、その竹原さんにしても、じゃあ詐欺とは言ってもね、竹原さんから学んで儲けることはできるわけですよ。で、現実私は竹原さんのことを話題にして広告収入 Google から得てますからね。でも竹原さんの弟子でもなければ、竹原さんの紹介、商品買ったわけでもなければ、それこそ1週間前まで竹原さんって方知らなかったんでね、なのに竹原さんで稼いでるというね。だから情報を受け取った人が、その受け取った情報をどう使うかになるんじゃないですかね。で、ここでまでをまとめますとね、こういう言葉ができます。信頼の向こうに詐欺があるということですね。もうこれ速稼塾のね、もう格言ですね、座右の銘でございます。だからね、信頼したその先に誠実があるのか詐欺があるのかってことは、それは新たに見分けなければなりません。あ、自分はこの人のことを信頼してるなと思ったら、じゃあ信頼してるっていう、そのね、ブリッジ、橋を使って向こう側に沼があるのか、向こう側にお城があるのかね、そういうことをやっぱり見抜いていかないといけないし、歩いていく過程で、この橋ってのは歌方のもので、帰りにはその橋が壊れてるかもしれないよとかね、それこそカイジっていう漫画に出てきた、その平均台のね、入り口で何ですかね、風が吹いてきて人が落ちちゃうみたいなのがありましたけどもね、カイジは帰りの道を探そうとしたら、そこに透明な階段があることを見つけるみたいなね。だ、そういうふうなことも見抜けなければ、この世の中
特に情報を使った世界はみんな渡っていけないですよ。である意味情報業界に居続けて8年目になる私から言わせれば、そういった罠を回避してきたからこそいるのかなと思いますし、そういった罠をね自分で使わなかったから来たんじゃないかなと思うんですよ。嘘を使い続けてきてるとそれはねできなくなってきますからね。信頼してくれる弟子もがっかりしますしね。これからもねできる限り私は誠実にやっていこうかなと思ってます。で、人はやっぱり肩書きとか権威に騙されますんで、いちいち人は肩書きとか権威とか使ってくるんですよ。この動画の冒頭で私は Google の社員ですって言うじゃないですか。これをだからね言い続けたら多分ね信じる方も出てくるんですよ。だから肩書きを使って何かをしようとしている人からは離れていた方がいいですね。なんかその前暗号通貨のマイニングでファイルコインっていうのがあって、私もそれねこれは詐欺だとインチキだというふうに思いながらも41万1000円を投じましたね。試しにジャブを繰り出したわけですよ。どうかなと思いながらも。でこれね、なんでね私がねこれインチキ臭いなと思ったかっていうと、有名人がそこに投資しますって話が出てるからなんですよ。だからそういうふうな有名人の名前をつかないとね売れないものっていうのは実体価値で売れないわけなんですよ。だから実体価値よりも有名人がやってるからってことを、喧伝してきていることでね、多くの方はじゃあ有名人がやってるから大丈夫って感じで自分の思考をなくしてるんですよ。だから有名人がどうこうとかね、どこの国がどうこうっていうのはもう関係なく、そんな権威をほだされずに自分がそれを、欲しいのかどうかなんですよ、ね。一つのリンゴが目の前にありますと、リンゴが大好きな方から見ると何を置いてもそれを欲しいんですよ。でもね、みかんやバナナが好きな人がいて、みかんやバナナが好きな人がリンゴも美味しそうだねって言ったところで、それは信頼とか権威になるかってことなんですよね。ちょっと例えが分かりにくくてすいませんけども、結局言いたいことっていうのは、誰かが評価してるから自分までその評価に巻き込まれるなってことなんですよ、ね。それはね、他の人が100人がいいと言っても、自分がそんなにいいと思ってなければ、そのよなんかこれそんな大したことないよって表現をするべきだし、少なくとも自分の行動には心を反映させるべきだと思うんですよね。心で感じたことを。どうもね、みんなが選択してるのに自分も選択しないと、なんか気遅れしちゃうみたいな、そういうふうな人間の弱さ、心理っていうものをね、やっぱりこう自分で認識して、そこを使われないようにしないといけないんではないかなというふうに今回感じました。はい、ね、ノクさんね、動画をどんどん送っていただきましてありがとうございます。今日からノクさんのコーナーっていうかね、再生リストも作ろうかなと思ってますね。これでね、同時再生リストがね、100件に私は達するわけなんですけども、今まで99件目は松潤さんなんですけどね、100件目になりますね。個別やり取りといいますかね、個別やり取りの一般公開、同時に100ですよ。毎日送ってくる方がいないんでできますけども、全員が毎日送り返してきたらね、1日100件の動画リピートになりますんで、これはなかなか面白くなりそうですよ。じゃあ、ノクさん頑張っていきましょう。それでは行ってらっしゃい。